どうもなおちんです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はパルミナがいい感じに仕上がりましたのでご紹介していきますね。パルミナは基本的に、サブで使っていった方が強いかなと思います。私もサブで使ってますね。で、ジョブですけども、メイガスが火力自体は高いんですよね。メイガスが高い。でも最終的にはクイーンにした方が間違いなく強くなりますので、まあ、最終的にはクイーンで、やっていってください。で、特技ですけども、2つあれば十分だと思いますね。ダブルスペルとアデランテ。これ以外は、ほぼ使わないと思います。今のところね。なので、この2つでやってます。で、アビリティシードですけども、魔法攻撃力と知性をとにかく上げてください。魔法攻撃力をガンガン上げていきましょう。で、重要な、アビリティシードが、まず、デモンズスペルですね。MP が足らなくなった時に、HP を消費して魔法を使えるようになります。パルミナは HP が低ければ低いほどダメージを与えれますので、これが結構相性がいいですね。で、ペインマジック。HP を消費してダメージを上げるっていうやつです。で、ペインマジックオール。これはね、ちょっと注意してください。モートレアとパーティーを組むときには相性が悪いので、ペインマジックオールは、外しておきましょう。で、そして、連続詠唱。全ですね、これもいいかと思います。そして、サブで使っていきますので、聖剣の導き。これは絶対に必要かと思います。まあ、今日は、サブじゃなくメインで使っていきますけども、一応つけておきますね。でもって、エレメントボードです。いくつか重要なスキルがあって、まずこれですね。風で蝶の舞は入れておいた方がいいと思います。MP が足らなくなった時に攻撃をして MP 回復してくれるので、これ結構便利なので入れた方がいいかなと思います。で、ウンディーネ、水ですね。水には結構いいやつがあって、まずダブルスペル。これ強いです。そして、詠唱時間を 40% 短縮する。と、魔法系の特技が 50% ダメージアップするやつがありますので、これ必ず入れるようにしてください。そしてノームのとこですね。ノームのところが HP が低かったらダメージが上がるやつがありますので、入れておくようにしましょう。そして光ですね。ウィスプのところで、これ魔力の本流か。これも連続使用した時にダメージが 35% アップしますので、必ず入れるようにしてください。はい。とりあえずこんな感じになっております。では実際に戦っていきましょう。基本的にダブルスペルを打ちます。で、結構ね、これ詠唱時間長いんですよ、もともと。長いんだけども、マイナス 40% になってるので、そこそこ早く打つことができます。まあ、若干呪文は唱えるよ。若干呪文は唱えるんだけども、まあ、それなりに早くいけるので、大丈夫かなと思います。うん。OK。いろんな魔法試してみたんですけどね。やっぱこれが、一番使い勝手がいいですね。影響時間もそんな長くなくって超ダメージ与えることができるんで、これがいいかな。で、メインで使うときはちょっと違うと思うんですけども、サブで使うときにはマナの祝福は入れないようにしてください。 HP は常に1の状態を、キープして戦っていきたいですね。そうすると、最大ダメージを放つことができますので、必ず、サブで HP1 の状態で使うようにしてください。まあ、今回はメインで使ってます。とにかくこれ、ね、ダブルスペルが強い。うん、エンシェント、あれも強い。エンシャンとかあれも強いんだけども、長いのよ、詠唱時間がものすごく長い。40% 減少したとしても結構長いんですよ。こんな感じで、このメテオが降ってくる場所も結構ねバラバラで、これは使わなくていいかなっていう風に思いましたね。うん、そそれよりもダブルステールを2発打ち込んだ方が全然火力が出ます。 OK で MP が若干減ったなーっていう時には、通常攻撃をしてくれますので大丈夫です。でこの上の敵まで倒しますね。でこの強化魔法をこいつこの赤いやつ、これがねお金と経験値をたくさん持ってます。たまにしか出ないですけどね、たまにしか出ないんだけどもこいつ美味しいです。 OK ね、あと3回これ一応ダブルスペル無属性ってなってるんですけども、なんか全属性を打ち込むような感じです。はい、まあこんな感じで、まあ主役じゃないや、メインとして使うことはそんなないかと思うんですけども、やはりサブに置いておけばものすごく強いので、かなりおすすめのキャラクターとなっております。パルミナですね、ぜひクイーン初期色ですね、あれにしてから使うようにしてください。まあ最終的にはこれが間違いないかと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。